こんにちは、ハミヤックスです、はい、今日はですね、前々から狙ってた味噌ラーメン屋に行ってきました。この蔵出し味噌の蔵出テイクアウトできるって知らんかって、よくよく調べてみたらできるっちゅんで行ったら、可愛いお姉ちゃんがおって、で、おすすめなんですかって聞いたら、炙りチャーシューかゴロゴロチャーシューですって言ったんで、ゴロゴロチャーシューにじゃあ炙りチャーシューを乗っけて、くださいって言って、なんかあの早見あかりにのね、すごい可愛い子やった、電話番号教えてもらいました。ちょっと電話せよ。ね、麺が伸びちゃうんで、とっとと食べ、これがあのその、このゴロゴロチャーシューとチャーシューなんだけど、あと、餃子。この餃子がね、音焼きしました。餃子の食べ。あと、このなんかね、このなんか行々しいやつ。美味しいキムチ。これもね、なんか美味しそうやから買ってきたんやけど、まるまる入ってます、この餃子。おいしい。ほんで、このままでもいいんだけど、移しますわ。まずこのスープを入れます。めっちゃこぼれてる。で、この専用のお箸。これを、なだれ込ませます。なだれ、どうやってなだろう、でもいい感じじゃん。ではI'm sorry.
うまいうまい。